はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね、うん、テレビくんの1月号ですね。はい、はい、これに、まあ、ちょっとね、表紙からちょっとすごいんだけど、桃太郎スフルボトルがついてくるということで、うん、買ってきましたね。びっくりしたのがこの表紙だね、これね、うん、ラビットタンクスパークリング4、ね、なんかすごそうだね、これね、うん、まあこの辺の内容はちょっと見せられないですけど、うん、後で楽しみましょう、こちらですね、はい、で今回はこちら、でん桃太郎スフルボトルを開けて音声を聞いていきましょう。うん、よっ、お、組み立てる、組み立てんの、こんな感じで入ってた、組み立てるのね、了解。入ってたもの見ていきましょう。まずこのガンバライジングカードが入ってたね、うん、仮面ライダービルドのラビットタンクスパークリングフォームが入ってました。こんな感じなんだね、すごいかっこいい、かっこいいじゃんこれ、ギザギザギザでね、うん、でバーストさせるとスパークリングフィニッシュなんだって。そしてこちらが桃太郎スフルボトルだね、うん、これすごいね。そうだね、真っ赤っかでメタリックでいい感じなんだけど、ここに桃太郎スの顔が書いてあるね、ね、書いてあるね。でちゃんとこの蓋を閉めるアクションできますね、うん、ただしなんとシャカシャカアクションがない、うん、ちょっとこれ残念だね、うん、シャカシャカなんないんだこれ、うん、でこの桃太郎スフルボトルはこちらの電車フルボトルとベストマッチするね。そうだね、こっちはシャカシャカするだけにならなくて残念、うん、じゃあビルドドライバーで音声聞いてみましょう。まずは桃太郎スさせてみよう、はい、うん、おお、いった、おお、きたー、出た、すごい、ちゃんと電王になった、うん、これやっぱりあの見た姿が電王なのかね、あっていうか映画に出てくるとかそういうのが気になるんだけど、出てくるといいな、うん、そうだね、うん、ちょっと必殺技もやってみよう、うん、やっぱこれは一緒か、ということで桃太郎フルボトルと電車フルボトルベストマッチでちゃんと電王になったね、うん、これは面白い、こういったもの今後続々と出てきてほしいね。そうだね、うん、はい、ということで今日の動画面白かったなというか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、チャンネル登録もよろしくね、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。